はい、どうもニヤニーです。皆さんこれもう見ましたか？新しいおもちゃデラックスローリングバイスタンプが2月12日土曜日に新発売ということで、情報がねおもちゃウェブの方とか、まあ、ネタバレの方でもちょっと数日前からね出始めてたんですが、これちょっと来ちゃいましたね。僕の予想どんどん当たってきてません？リヴァイがどんどん黒に近づいていくということで、今回この登場する新フォームは仮面ライダージャック・リバイスという風になるということで、ジャック・リバイスになる。今までやったらレックス・ゲノム、仮面ライダー・リヴァイ、レックス・ゲノム、仮面ライダー・バイス、レックス・ゲノムという感じだったんですけども、ここで初めてリヴァイとバイスが同じになっているって感じなんでしょうね。仮面ライダーリバイスに登場の仮面ライダージャックリバイスへのパワーアップ変身アイテム、デラックスローリングバイスタンプということで、これね結構ネタバレ情報でこの形のおもちゃはほんまに結構1ヶ月ぐらい前からかな出てて、結構この塗装の感じ、このベチャってついてるような感じから、あのライブもしくはエビルの強化アイテムではないかと言われていたんですけど、まさかのここでまたねリヴァイの方、一騎が使う、バイスが使うアイテムだということなんですよね。ここでトリガー操作とローラー回転で発光&攻撃音が鳴るということで、結構これなんかね見た感じ、そのネタバレ情報がやっぱ目に入ってくるじゃないですか、どうしても今 SNS とかやってたら。なんかね、仮面ライダーゲイツが使う疾風とかのなんかアイテムに似てるなというふうに思ってたんですけど、やっぱローラーになってたんですね。そしてバイスタンプをベルトに押印、こんな感じでくっつくんですね。で、別売りのデラックスリバイスドライバーで仮面ライダージャックリバイスに変身ということで、まあ、ローラー回転カモンローリングみたいな、バッバッバッバイスっていうことで、まあ、スタンプ台に押印、変身待機音が発動ということで、これねどうやらバイスがリバイをジャックするみたいなんですよね。ジャックリバイ、ジャックリバイスということで、でここにがっつり乗っ取り、黒塗り仮面ライダーリバイス、バイスバイスバイスってことで、今まで結構な方が予想していた仮面ライダーバイスと仮面ライダーリバイが変身して合体して仮面ライダーリバイスになるっていう予想がね結構されてたと思うんですよ。それが最終フォームであったりとかっていうね予想されてる方おったんですけど、ここで出ちゃいましたね、仮面ライダーリバイス。そして必殺はどうですよ、バイスタンプを押す、スタンプ台が回転ということで、バッバッバッバイス。いや、これどういう感じになるんでしょう、めっちゃ楽しみですね。で、ぬりぬりミックス必殺技っていうのがあるみたいですね。ぬりぬりミックスってバッバッバッバイスって共通してバババババイスですね。そしてベルトから取り外してぬりぬりリミックス必殺技、こんな感じでいろいろあるみたいですね。ぬりぬりミックス、ぬりぬりミックスなんでしょうね、あれなんかな、何やったっけな、スイッチでなんかこう色をめちゃめちゃ塗りまくるゲームありましたよね、何やったっけ、忘れた。まあ誰かコメントで教えてください。そしてローラー必殺技が単品でもできるみたいですね。で、バイスのセリフも収録という感じで、トリガーを長押しでバイスのセリフが鳴る。裏切りは悪魔の得意技だ、変身しようぜ、オレッチスイッチワンパンチ、お前の体オレッチのもの。いや、ここですよ、裏切りは悪魔の得意技だ、これ僕ずっと言ってたじゃないですか、一気ちょっとバイスのこと信用しすぎやぞと警鐘を鳴らし続けてきたわけなんですけれども、これはもうちょっと悲しくもバイスに乗っ取られて、バイスの計画はね順調に進んでたということなんですよね。いや、これね今後どうなっていくかですよね。そしてこれもまたバイスタンプをスキャンできる機能がついてるみたいですね。なので今まで出たバイスタンプは全てこう読み込めると、ペインティングフィニッシュということで、いや、これちょっと楽しみっすね。めちゃくちゃかっこいいんですよね、これ。見た目ですよ、まず見た目。この見た目ですよ。真っ黒のリヴァイって感じですよね。いや、僕ね、こう言ってたじゃないですか。リヴァイスは、リヴァイはもともとピンクですけど、だんだん青、紫となっていて、次、こう最終的には真っ黒に、黒に近づいていくんじゃないか。その時はね、バイスは逆にピンク色に近づいていくんじゃないか。っていうねお話をさせてもらってたんですけど、まさかのバイスが乗っ取ってもう黒になっちゃうっていうね、これもう見た目的にもうハザードですよね、仮面ライダービルドのハザードの
この暴走フォームでしょうね。これはまあリヴァイじゃない、バイスが乗っ取るということなので、まあ暴走フォームに近い形になるんかなとは思います。いやこれちょっと最近も新材のトリオもそうなんですけども、結構こうやってね予想が当たり出すとちょっと怖くなってきますよね。僕はもしかしたら東映の人もしくはバンダイの人間なのかもしれないと思うようにもなりますよね。いやーこれね、見た目がこうね、こちらのシンメトリーなデザイン、マスクがね左右対称ではないデザインになってるんですけど、左右が非対称のマスクってなんでこんなにかっこいいんでしょうね。こう右側がリヴァイで左側がこうバイス要素が結構強いですよね。このバイスの白い髪の毛部分みたいなのがこの複眼部分にくっついてるという感じで、これ超かっこいいんですよね。これうまいことね、僕が作ったリヴァイのマスクを改造してこのジャック・リヴァイスにできひんが、ちょっとこれ全身みたいですね。全身はどうなんでしょう、リヴァイのままなのか、右半身が今までのリヴァイのままの、ちょっとね全体的にトゥルンとしたような、体、左半身がこうバイスのトゲトゲしたような、形の、デザインになっているような気もするので、全身の姿がね公開されるのめちゃくちゃ楽しみです。いやこれね、今僕ねバイスのレックスゲノムを作ってるわけですよ。その段階でこれねちょっとジャックリヴァイ出られると困りますよね。ちょっとこっち作りたくなっちゃうじゃないですか。バイスも一応仮面ライダー、バイスは仮面ライダーではあるんですけど、まあ、ちょっとなんか着ぐるみ感というか可愛らしさがちょっとね表に出てて、仮面ライダー感はちょっと少ないかなと思ってるんですよね、作りながらも。あ、なんかこう着ぐるみを作ってるような感覚で今作ってるんですけど、これちょっとどうするこれ。ちょっとこれジャック・リヴァイかっこよすぎて、もしかすると気づいたら作ってるかもしれないですね。いやちょっとね第一印象でこれちょっと一目惚れしてる感はありますね。なのでもしかしたらフラットガワコスを作り出す可能性もあります。ということで、ね、まあこんな感じで今日はちょっと締めたいなと思います。久しぶりのおもちゃ情報をちょっとね僕のニヤニヤチャンネルで、報告させていただいたんですけども、まあ見た目がね真っ黒のリヴァイスが出てきたので、うわまた予想当たったんじゃねっていう形で今回動画撮らせていただきました。今後もねこれが2月12日発売ということで、2月の13日の放送で登場ということだと思いますので、2週間先か2、3週間先ですね、ちょっと楽しみに待ちたいと思います。その前にねおそらくテレビくんの方で先行でね画像が出ると思うので、それもちょっとしっかり見て、また久しぶりにテレビくん回とかも撮っていこうかなと思っておりますので、そちらの方もぜひ出たらご覧いただければなと思います。ということで本日はこちらで以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。ほな。本日の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ああ、そうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価を押していない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。